ちょっと緊張感がドキドキするんですが、なんとか頑張ってください。続いて2年生、3年生の委員になるんですが、今年は新しい試みをご覧いただきたいと思います。来年の9月28日、ガラケーの国体の開会式を迎えますが、その準備を私たちも進めております。チームの表現力を今少しでもアップするためにいろんな試みに取り組むんですが、これからご覧いただきます、カラーガード、旗を使った演技をよくご覧いただきたいと思います。